こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。2022年2月8日スターウッドプリファードゲストアメリカンエクスプレスカードがマリオットボンボイアメリカンエクスプレスプレミアムカードになるというメールが来ました。私、マリオットホテルチェーンの会員です。結論から言うと最悪です。カード更新でもらえる無料宿泊券が年150万円以上のカード利用が条件になっています。旅に出ると泊まるホテルは重要です。最近はマリオットの会員になってそのホテルチェーンに泊まるようにしています。今までのカードは1年継続すると無料宿泊券がもらえます。年会費3万4100円はちょっと高いですが、それに相応するホテルに泊まって贅沢を年に1回してもいいかなと思えば割に合います。でもそもそもそんなに高いホテルに泊まらなくてもというのであれば、カードを持つ必要性がありません。私もそれまではホテル予約サイトで安くて評判のいい宿を1万円以下で見つけるのが好きでした。去年いただいた無料宿泊券がまだ残っています。新しいマリオットボンボイプレミアムカードは年会費4万9500円になり、無料宿泊券が年150万円以上のカード利用が条件になっています。2月の時点では来年5月の年会費支払い直前まで待つというもので、今年は4万9500円支払わなくてはいけませんが、自動的に今年のみ無料宿泊券がつくというものでした。その無料宿泊券ですが、5月の時点で3泊分残っており、1つは6月末で期限を迎えます。無理やり旅の予定を組むしかありません。これ以上無料宿泊券をもらっても意味がありません。なので解約しました。ハサミを入れてお世話になりました。いかがでしたか？今回はマリオットカードを解約したので急遽報告することになりました。ご視聴ありがとうございました。